韓国でも爆発的人気。マップスコリアのナンバーアンダーライン I が驚くほどの増加を記録。5月3日の最終発売に向けて、日本版と一緒に急ピッチで準備を進めています。韓国の地図従業員が報告したところによると、マップスコリアのナンバーアンダーライン I の注文量が増加し続けている。これは驚くべきニュースだ。 新たな取引先からの追加注文が届き、既存の顧客からもさらなる注文があるとのことだ。これはマップスコリアチームにとっては大きな成功であり、喜ばしいことだろう。このトレンドは、日本のバージョンとともに5月3日に最終発売される予定のマップスに対する、韓国市場の強い需要を示している。これは業界におけるマップスの地位の確立を示すものであり、 韓国のファンたちにとっても朗報だろう。さらに、この報告はマップスの人気が日本だけでなく、韓国でも高まっていることを示している。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインマップスのハッシュタグは、韓国の SNS で広く使用されており、多くの人々がナンバーアンダーラインアイをカバーモデルに選んでくれたことに感謝の意を示している。ただし、 この成功には転売の問題も伴う。一部の人々は製品を購入し、高値で転売して利益を上げようとしている。これはファンたちにとって不公平な行為であり、メーカーにとっても悩ましい問題だ。このような行動は、真のファンたちが製品を手に入れることを難しくし、コレクションを愛する人々にとっては大きな失望となる。 このような状況に対処するためには、メーカーと販売業者が協力して転売を防ぐための対策を講じる必要がある。また、ファンたちにも正規のルートを通じて製品を手に入れるよう奨励することが重要だ。真のファンたちは製品を手に入れるために多大な努力を払っているので、彼らには特別な扱いが必要だ。このマップスコリアの成功は、 韓国だけでなく世界中のファンたちにとっても喜ばしいニュースだ。しかし、転売などの課題もあるため、メーカーとファンたちが協力して解決策を見つける必要がある。ここで皆さんに質問を投げかけます。転売問題にどのように対処すべきだと思いますかまた、メーカーとファンが連携して解決策を見つけるためには、どのようなアプローチが有効だと考えますか 転売問題に対処するためのアプローチは様々ですが、まず最初にメーカーと販売業者が協力して、転売を防ぐための厳格な方針を策定することが不可欠です。これには、購入制限や製品の販売先を限定することなどが含まれます。また、オンライン販売プラットフォームやオークションサイトなど、転売が行われやすい場所での厳格な監視も必要です。 さらに、ファンコミュニティとの密接な連携も重要です。ファンたちは製品の真の愛好家であり、その商品に対する独特の熱狂を持っています。メーカーや販売業者は、ファンたちとのオープンな対話を通じて、転売問題についての意見や懸念を共有し、共同で解決策を見つけることが重要です。また、 公式の販売チャンネルを通じて製品を提供することで、ファンたちに正規のルートを提供することも重要です。これにより、真のファンたちが製品を手に入れる機会が増え、転売業者の市場が縮小する可能性があります。さらに、教育と意識向上活動も重要です。ファンたちに、転売が製品供給に与える悪影響や、 真のファンたちに与える不公平さについて正確な情報を提供し、転売行為の是非について考えるきっかけを与えることが必要です。最後に法的手段も検討する必要があります。転売行為が法的に禁止されている場合、適切な法執行機関と協力して、転売業者に対する法的措置を取ることが重要です。これにより、 転売業者への抑止力が高まり、製品の正当な市場での販売が促進される可能性があります。これらのアプローチを組み合わせることで、転売問題に対処し、真のファンたちが製品を手に入れる機会を増やすことができるでしょう。しかし、この問題の解決には時間と努力が必要であり、メーカー、販売業者、そしてファンコミュニティが連携して取り組む必要があります。 あなたはどのように考えますか転売問題に対処するためには、どのようなアプローチが有効だと思いますかそして、真のファンたちが製品を手に入れるための最良の方法は何だと思いますかご意見をお聞かせください。なんと、韓国でもマップスコリアのナンバーアンダーラインアイがますます人気を集めています。今日 既存のお客様から追加注文が舞い込んできましたスマイルマーク皆様、本当にありがとうございます。5月3日の最終発売に向けて、日本版と一緒に急ピッチで準備を進めています。今、韓国でもほんのわずかな数のマップス独自の限定版が残っています。最後に、皆さんはこのトレンドにどのような影響を受けるでしょうか 新しいマップスのリリースがあなたの日常生活やファッションスタイルにどのように影響を与えるか想像してみてください。また、あなた自身がこのような人気商品に対してどのような関心を抱いているか共有してください。さて、あなたの意見や考えを聞かせてください。マップスコリアのナンバーアンダーライン愛についてどのように感じていますか どのような期待を持っていますかこれからもこのトレンドについて最新情報を共有していきますので、ぜひコメントをお寄せください。韓国の地図従業員からの最新レポートによると、マップスコリアのナンバーアンダーライン I の注文量が着実に増加しています。新しい注文が既存の顧客からもたらされ、喜びに満ちた感謝の声が上がっています。 5月3日には日本版とともに最終リリースが予定されていますが、韓国でもマップス独自の限定版がわずかながら残っているそうです。マップスコリアの人気がどんどん高まっている中、注文が増え続けている様子がうかがえますね。その熱狂的なサポートに関係者は大変感謝しています。特にナンバーアンダーラインアイがカバーモデルに選ばれたことに対する喜びは大きく、 多くのファンが予約を完了し、リリースを心待ちにしています。しかしながら、この人気に伴い、転売の問題も浮上しています。韓国でも人気が高まり、多くの人が手に入れたがっているにもかかわらず、入手が難しい状況に悩む声が上がっています。このような状況を打破し、より多くのファンが楽しめるようにするためには、どのような対策が必要でしょうか また、マップスの人気が今後も上昇し続けることは間違いありませんが、その一方で、製品の品質や顧客サービスの向上も重要です。顧客からの反応を受けて、より良い製品やサービスを提供するための努力が必要です。さらに、この成功は単なるビジネスの成功にとどまらず、ファンコミュニティ全体の成長をもたらしています。マップスを通じて、 人々は新しいつながりを築き、共通の興味を共有し、お互いに刺激し合う機会を得ています。マップスコリアのナンバーアンダーライン愛の成功は、ただの商品の売り上げだけでなく、人々の心を動かす力を象徴しています。これからも、さらなる成長と進化が期待される中、どのような方向に進んでいくのでしょうか 将来のマップスの展望やファンの期待について、あなたはどのような考えをお持ちですか